この事業は県が推進する伊豆ヘルスケア温泉イノベーションプロジェクトで、今回は河津町にある接骨院の代表稲葉正義さんが運動している学生向けに温泉を活用した怪我の予防や再発防止のプランを開発しました。あるものをもっと活用して生徒が練習をしっかりできる、怪我をしない体作りとメンテナンスをしっかりできるようにという思いでこのプランを考えました。昨日のキックオフセミナーにはモニターとなる地元の高校生20人と関係者らが集まり、事業のコーディネーターを務める医学博士や元自転車競技選手から温泉で体を温める効果や有効性などの話を聞いた後、早速会場の温泉に浸かりました。疲れた気持ちよくて疲れが取れる感じがしますあ、気持ちいいです。疲れて面白いですか？あ、そうです、そうです。普段はシャワーしか使わないという学生も、やばい、めっちゃ気持ちよかった。しっかりやります。入浴後は製薬会社の担当者から温泉入浴後や運動時の適切な水分補給についての説明も受けました。学生たちには来年1月まで東伊豆町から南伊豆町までの7県の宿泊施設の協力で部活動の前後に温泉施設を利用できることになっています。県の担当者は学生たちのパフォーマンス向上とともに地域の良さに気づくきっかけにもしてほしいと話していました。